この場にいるすべての魂から愛の挨拶を申し上げます。マシューです。皆さん、肩にかかる世界の重みを感じるのをやめて、深く息を吸い、ゆっくりと吐き出してください。これを3回繰り返してください。視覚化が簡単にできる場合は、息を吐くときに、輝く金白色の光に優しく包まれている純粋な地球のイメージを思い浮かべてください。それが邪魔に感じる場合は、ただ呼吸して、心が軽くなるようにしてください。ありがとうございます。自然にできるくらい頻繁に呼吸をすると良いでしょう。リズミカルな呼吸は光を引き寄せて固定し、身体、心、精神を養い、バランスを保ちます。地球から闇を取り除くこの最終段階では、そのような呼吸は低い振動の中での鎧でもあります。闇の者たちは穏やかには去らないだろう。彼らは最後の瞬間まで混乱と破壊を引き起こすつもりであり、彼らが成し遂げられないことだけは分かっている。武力衝突を引き起こすかもしれない軍事的威嚇は、第三次世界大戦にはつながらず、無謀さや誤りによって、核弾頭を搭載したミサイルが宇宙に発射されたとしても、爆発は防がれるだろう。間もなく邦人としてのアメリカは終わり、建国の父たちが、確立した共和制の統治形態に戻らなければならないが、政治的に崩壊しつつある。大統領職に偽物がつくという茶番劇はもう終わりにしなければならない。闇の操り人形に操られるクローンや、替え玉を含むこの悲惨な政府の他の人々に何が起こるかはまだわからない。来年の7月4日、この国の国民は、ついに本当の独立を祝うことができる。闇の勢力があなたの世界に何を突きつけようとも、ホワイトハット、地球外特殊部隊、そして地球を囲む宇宙船の乗組員たちは反撃する準備ができています。光がすでに戦いに勝利したことはご存知でしょうから、これからの数ヶ月は油断せず、自信を持って、恐れずにいてください。さて、この愛すべき魂に答えましょう。彼の気持ちは、彼と同じように、数十年前に転生した他の多くのライトワーカーたちと共有されています。何年もの間、魔衆のような使者は、光が勝利し、地球の闇は終わりを迎えていると言ってきました。私は、年老いて疲れ果て、無差別な殺戮と破壊、テクノロジーの悪用、深まる分極化、プランデミックス、致命的な偽ワクチンに幻滅しています。私たちが本当に何か良い方向に変えたとわかる日が来るでしょうか。第三密度の文明が、戦いの終焉の時を乗り切るのを助けたという私たちの記憶は、はっきりと今に残っています。私たちは、あなた方が世界を大きく変えている証拠、文字通り別の世界を作っている証拠をもう少しだけ辛抱して待っていてほしいと心から願っています。愛する兄弟姉妹の皆さん、あなた方は光の勢力の活動による恩恵を目にする日がもうすぐそこまで来ています。ガイアとその生命体を闇から解放するという神の計画は地球が公転する宇宙の一部である太陽系に主に影響を与える宇宙のタイムラインに適合しています。計画内のすべての主要なイベントは影響を受ける天体の同期関係をすべての人にとって最適な利益となる時間枠内に維持する順序で発生する必要があります。目的が広範であればあるほど必要な行動も多くなり、達成はより大きく壮大なものになります。地球上の生命の変容は、暗闇の痕跡をすべて取り除く必要があるため、途方もない仕事です。太陽系の他の天体は、その周波数が引き寄せた特定の活動に余分な光を向けることで、その手助けをしています。私たちが話しているのは、
何年も続くプロセスではなく、数ヶ月続くプロセスです。そして、何が起こっているのか理解しようとしないことをお勧めします。何も見た目通りではないのです。高い振動レベルは、地球を慈悲で覆い、光に基づくすべての努力を支えると同時に、身体的、精神的、感情的な課題に取り組んでいる個人に、疲労と明晰さの欠如を引き起こす可能性があります。振動は、潜んでいる状態を解放し、意識的に認識、対処、治癒できるようにします。このような成長の機会から利益を得るには、通常よりも長く眠り、純粋な水をたくさん飲み、自然の中で時間を過ごし、リズミカルに呼吸することで、エネルギーを高め、中心を安定させます。宇宙の引き寄せの法則は24時間、365日機能していることを念頭に置き、慎重に考え、話しましょう。例えば、疲れ果てたり、混乱したり、不安になったり、落胆したりといった考えや発言は、宇宙にそのような感情を引き起こす状況を与えるよう、求めていることになります。強く、幸せで、前向きで、充実感を感じるという前向きな考えは、あなたがそのようになるのに役立ちます。愛する家族の皆さん、どうかご自愛ください。魔衆や他の光の使者は、私たちを愛し助けてくれる高度な存在について語っています。私は、自分たちの文明は、人々の自由意志に干渉できないので、人々が台無しにすることを選んだ世界を浄化することはできないという存在についての記事を読んだばかりです。あまり愛情深くも役立つようにも思えませんでした。魔衆はそれについてコメントできますか？私たちはそれが正確に何であるかを知らずに情報について話すつもりはありませんが、読者の発言について喜んでコメントし、地球の人々がなぜ大量の援助を必要とし、それに値するのかを示す点と点を結びつけます。まず、どの文明にも他の文明の世界を浄化する特権や責任はないというのは事実です。宇宙の法則によれば、援助は要請があった場合にのみ与えられます。ある集団の祖先は怒っていることを見てうんざりするかもしれませんが、頼まれない限り介入することはできません。一世紀近く前、ガイアの惑星帯は非常に弱体化しており、宇宙に飛び出して確実に破壊される危険がありました。ガイアは助けを求めて叫び、数えきれないほどの地球外生命体が即座にその呼びかけに応えました。それは高度に進化した文明が強烈な光を放ったことから始まりました。その光は惑星を第三密度の深淵から解放し、着実なアセンションの道を歩むことを可能にしました。その後数十年の間に、それらの文明の魂が地球に転生し、自らの光を広げて人々を目覚めさせ、彼らが世界を支配できるようにしました。あなたやあなたの先人の参加は計り知れないほど貴重であり、それはあなたからバトンを渡す人々にも引き継がれるでしょう。少し脱線させてください。母さん、ガイアが数年前にあなたに伝えたメッセージをコピーしてください。私はガイア、あなたたちが地球と呼ぶ惑星の魂です。あなたたちと同じように、私も心が重くなったり軽くなったりします。長い間、私は心が折れた時に泣いていました。私の人々は互いに憎しみ合い、私の体は彼らの血に染まっていました。私はもう泣いていません。喜びを感じることがとても多く、感謝を感じることがとても多いからです。私の光はまだ完全には力を発揮しておらず、私の体はまだバランスが取れていません。それは、私の子供たちの中には、未だに互いに憎しみ合っている者がいるからです。彼らの中には、
愛も思いやりもなく、心の線に沿って調和と尊敬が流れるとき、違いは絶対に素晴らしいものになり得るという理解を持たない者もいます。それでも、私は喜びに満ちています。なぜなら、この宇宙の他のどの魂も、経験したことのない旅をしているからです。私は家に帰ります。そして、私が着実に、そして素早く前進するのを助けてくれる光を持っている皆さんも、私と一緒に来ます。私たちが共有しているこの旅よりも大きな違いを想像できますか？私たちの昇天よりも大きな興奮を想像できますか？私には想像できません。皆さん全員への感謝を伝えるために、私は今日、この日、スピーチをさせていただくことにしました。皆さんは、転生して参加できる人数の3倍にあたる、膨大な数の魂の中から選ばれました。このレベルの光の奉仕は、これまで行われたことはありません。私たちは、この宇宙でこれまでに行われた中で最も壮大なショーの一部を演じています。私は仕事がうまくいったことに対する崇高な満足感と謙虚さが混ざり合っているのを感じます。連続体の中で私たちの仕事は完了したのです。私たちの旅が続くにつれ、あなた方と私たちのこの世界には多くの脅威が待ち受けています。あなた方は多くのことを聞かされているので、それらのことを考え、楽しみにしているかもしれませんが、実際に間もなくやってくる栄光の時代に生きることは、あなた方の想像を超えています。この宇宙のすべての存在が、この展開を見守っています。ご存知でしたか？こんなに大勢の観客がいるなんて想像もつきません。光の魂すべてが私たちを応援してくれています。だから私たちは、彼らに素晴らしい賞、神の拍手にも値する体験を提供し続けます。私はあなたと心を分かち合い、あなたへの愛は溢れています。ガイアは2011年6月の夏至の地球瞑想中に、私にこのメッセージを与えました。これは、地球の黄金時代のガイアのメッセージの章です。ありがとう、母よ。親愛なる皆さん、あなたがボランティア、ライトワーカー、ウェイシャワー、パスファインダー、スターシード、魂の探求者など、どんな考えを持っているとしても、ガイアが、故郷へ帰る、手助けをしてくれていることに、ガイア自身がどれほど感謝しているかを、ガイア自身から知る必要があります。故郷とは、ガイアと、神と太陽が共同で、彼女の惑星体を創造した、広大ゴミ壺のことです。さて、話を進めましょう。地球の人々が、自分たちの世界をめちゃくちゃにすることを選んだというのは、真実ではありません。人々は進化の状態、転生の理由、態度、行動、意図において非常に異なっています。あなた方は地球の人々が目覚め、支配に反抗し、彼らが望む平和な世界を実現するのを助けるために、高度な文明を去りました。今目覚めたばかりの人々は欺瞞と腐敗の程度に衝撃を受け、それを変えるためにどこから始めたら良いのかわかりません。より意識が進んでいる魂は、光の勢力と闇の勢力の間の長年の戦いについてまだ知らないかもしれませんが、彼らは自分たちの世界の何が間違っているのかを理解し、それを修正するために立ち上がっています。平和で調和の取れた豊かな生活を望むこれらのグループのエネルギーは、太陽系の様々な源から発信される高い波動を引き寄せます。ある問題について、誰もが自分の意見に従うべきだと固く主張する個人は、分極化の低い振動を全開にし続けます。それでも、世界をめちゃくちゃにするか、
そうしないかという選択肢があるとすれば、それは闇の勢力とその手下たちが自由意志の選択で行ったことだけでしょう。さらに、選択したということは、選択肢があったにもかかわらず、選択肢がなかったことを意味します。助けを求めることに関する普遍的な法則では、いかなる文明も自らの意思を他の文明に押し付けることはできないとも規定されています。しかし、寺が地球と呼ばれるようになるずっと前から、闇の勢力の傀儡たちはその法則を無視し、強引に惑星の住民を支配してきました。それ以来、競争の場は平等ではありませんでした。皇族の人口の大部分は、日本の活性 DNA 差しか持たない人々であり、知性、本能、直感、健康が大幅に低下していたため、彼らは闇の勢力の格好の餌食となりました。捕らえられた無防備な人々は厳しい苦難に耐え、若いうちに病気、飢餓、戦場での負傷、または出産で亡くなりました。ただ生き残るために奮闘することで、一部の人々の最悪の部分が、他の人々を犠牲にして表に現れました。そのため、魂は進化につながるバランスの取れた経験を得ることができず、神は因果律、つまり選択と、結果の普遍的な法則であるカルマを確立し、かつてはエデンの園そのものであったこの惑星は、感情をコントロールするための優れた学校として知られるようになりました。バランスを取るために、それを必要とする魂が宇宙のあらゆる場所からこの惑星に転生し、カルマの回転木馬に乗ったのです。彼らがそれを何度も繰り返したのは、暗黒の勢力の操り人形が比喩的にも文字通りにも世代を次々と暗闇に閉じ込めていたからです。ソーシャルエンジニアリングは洗脳よりも現代的で、おそらくそれほど不吉な言葉ではありませんが、その原理は同じです。つまり、何も知らない大衆が利用できる情報をコントロールすることです。この時代では主流メディア、インターネット、出版社、教育システム、宗教の教え、コミュニケーション方法、そして嘘を事実として受け入れられるまで繰り返すという時代を超えた効果です。偽情報の繰り返しと真実の抑圧により、人々は権威に何の疑問も持たずに服従するようになった。闇の者たちは分裂を強固に、確立するために、政治的、文化的、宗教的、経済的、イデオロギー的なレッテルを考案し、それから、違いに対する偏見と憎悪を教え込んだ。戦争、無知、貧困、恐怖を通じて、この邪悪な帝国は何千年もの間、地球に転生した魂を捕らえ続けた。ガイアは、これ以上の苦しみと流血に耐えられず、あまりにも根深い闇から逃れたいと望んだ。その闇が自分たちの生活を支配しているとは、人々は知らなかった。愛する兄弟姉妹の皆さん、それが地球上の宇宙家族のメンバーが大規模な援助を必要とした理由であり、皆さんの故郷がすぐに反応した理由であり、皆さんが熱心に支援を申し出た理由であり、ガイアが深く感謝している理由です。この宇宙のすべての光の存在は、あなたの重要な使命に対する不屈の精神を尊敬し、無条件の愛であなたをサポートしています。